エデンズゼロチャンネル。はい、ということで本日はなんとスペシャルゲストにお越しいただきました真島博先生です。はい、どうも真島です。いや、真島先生にお越しいただいたのにはね、訳がありまして、実はですね、テレビアニメエデンズゼロの第2期が決まりました。やったー、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。もう皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。1期アニメ振り返ってみていかがでしたか？いやー、すごく良かったですね。アニメ映えするだろうなと思って書いてたんですよ。あー、なるほど。それがもう見事にもうアニメで再現してもらえて、非常に大満足です。お気に入りのキャラクターって誰だったりします？でもホムラも好きですよ、もちろん。ありがとうございます。でもやっぱりずっと僕ね、ピーノがすごい好きで。そうですね、後書きとかでもおっしゃってましたもんね。そうなんですよ。ビジュアルはもうどんどん原作の初期から変わってきてるんですけど、これ僕のもう癖でどんどん丸っこくなってくるんですけど、なんかね、ちょっとそうなんですよ。伊沢さんのね、演技とかもあって。すごいさらに魅力的なキャラクターになったなってね、思ってますね。いや、本当に僕ピーのどんな声になるんだろうって想像してたんですけど、伊沢さんの声アフレコでご一緒した時聞いた瞬間、ピーのだってなっちゃうぐらい。これだってなりますよね。もうこれしかない。あの声じゃないピーのが全く想像できない。そうなんですよね。真島先生はアニメを見るときに、普段どんなところに注目して見てらっしゃいます？職業がね、絵描く仕事なんで、やっぱり絵の部分、作画ですね。そして自分じゃできないその動きの部分ですよね。そういうところやっぱ見ちゃいますね。なるほど。なんか寺島さんもすごい作画を見るっておっしゃってて、それこそなんかコマ送りにして見るぐらい。そこまではしない。感覚でなんかね、アニメ見れなくなっちゃった。ああ、やっぱ自分の作品に限らず。いや、そうですね。はい。どうしても作画とか構図とかに目いっちゃって、ただ。それを忘れさせる作品はすげえいい作品なんだなと思っちゃいますね、逆にね。例えばカバーごとに若干そのキャラの髪の色が違ったりとかすることもあるじゃないですか。アニメにいざなるってなったら、そのカラーをきっちりこれにするって決めるのもやっぱ先生が入られるんですか？いや、カラーはもうお任せです。あ、そうなんですね。昔僕別作品ですけど、真島先生の作品は服衣装変わりすぎだから大変って多分エデンでもそうだと思うんですけど、言われた記憶あります。漫画だったらそんなに大変じゃないんですよ、服変わるの。アニメだと服変わるごとに設定作んなきゃいけないんですよね。なんかキャラデザのみたいな。そうなんですよ。僕逆にその決まってる服とかずっと描いてると飽きちゃうんで、ちょくちょく服変えちゃうんですよ。それをアニメから言わせるとやめてくれってよく言われます。僕実はちっちゃい頃に、漫画家になるのが夢だったことがあって、キャラクターデザインをするのがすごい好きで、だからすごいその設定を細かくしてキャラデザもめっちゃ細かく描いて、ゴテゴテの衣装にして、いざ漫画描き始めたら 5,6 ページで力尽きるみたいな症候群に永遠にハマってて、作画大変だからいいやって投げちゃうことがめっちゃ多かったんですけど、この衣装ちょっと作画コストきついなみたいななったりはしなかったですか？ありますよ。そっちはありますよ。前作で結構それ経験したんで、今作は気をつけようと思ったんだけど、気づかないんですよね、乗って書いてると。いや、そうですよね。これかっこいいとか可愛い衣装できたなと思って書いてね、ノリノリで書いてるんですけど、次の週とかね、また出てきたら、うわ、これまた書くのってなるんですよね。やっぱでも先生でもあるんですね、そういうのが。いや、もう常にありますよ。ああ、なるほど。特にホムラの着物とかもね、柄とかもそうですし。確かに柄ちょいちょい変わりますもんね。ロボット関係ですよね。機械関係が苦手なのに挑戦するんじゃなかったなっていうのは多いですね。機械系って絶対書き込み細かいじゃないですか。そうなんですよ。エデンズゼロ、こんな形しなきゃよかったなといや思います、本当に。はい、ということでね、本日2期がありますよという発表がありましたけれども、真島先生、2期に向けてなんか皆さんへのメッセージがあったりしますか？どんなキャラが出てくるかなとか想像しながらね、期待しててほしいなと思うんで、まだ言えないんだけど、2期期待しててください。お願いします。よろしくお願いします。それでは皆さん、エデンズゼロポケットギャラクシーは事前登録受付中です。詳しくは YouTube の概要欄をチェックしてください。ところでですね、真島先生、このチャンネル締めの言葉がございまして、三河越さんとエデンズゼロのチャンネルだからやっぱね、レベッカをリスペクトしてにゃんにゃんで締めたいなと思っているんですけれども、大丈夫でしょうか？そんなの素人にやらせる？いや、先生がぜひやっていただきたく。マジですか？はい。僕考えたんですもんね、だってね。そうですよ。そうですよ。先生が考えたんですよ。じゃあやるしかないか。ぜひお願いします。ではエデンズゼロチャンネル。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、にゃんにゃん。